弥勒八雲は死んでしまった。もちろん角屋のせいだ。弥勒は角屋のトト様だったが、最後は殺されてしまった。もっと考えろ。思い出せ。その先に答えがあるかもしれない。角谷はトト様が大好きだったはずだ。なぜ弥勒は殺された？角谷と閣僚で聞いた口の言葉を信じるなら、きっかけは4体目の大人の人形 T ちゃんの人形を与えたことだ。それが角谷に変化を与え、大人への興味を生み、弥勒は角屋遊びで殺されたのだろう殺され方。大好きな人間を無残に殺したいという狂愛、それが角屋の本質に違いない。その後自由になった角屋は高村百合を殺し、俺や亜美を狙った。特に俺たちへの興味は異常だ。なぜそこまで来やがったか。近い。でもこれ宇宙人や。出てくる気か。これ X コムやん。狂気に満ちた叫び声を上げながら、角谷は閣僚から現れようとしていた。もう一刻の猶予もない。この悪夢のような遊びは今夜で終わらせる。そのためにこの人形を。俺が使う。アミに渡す。俺が使う。確かな証拠なんて何一つない。だがバラバラに散らばったパズルのピースから想像できるイメージは、ある可能性を示していた。俺は親父の顔を知らない。生まれた時からおふくろしかいなかった。そのおふくろは弥勒邸に押しかけるくらい弥勒八雲のファンだったという。まさか隠し子的な。右手に宿ったブラッドメトリーの力。弥勒の一族の人間は儀式のために特別な力を持っていたという。そして俺に対する角谷の異常な執着、それが俺の体に流れる血が原因なら、まさか弥勒八雲が俺の親父なのか。だが今驚いてる余裕もない。この場を生き延びるためにはその可能性を信じ、俺の手で NG 名越の儀を実行するしかない。問題はどっちの手を使うかだ。弥勒が儀式で使っていたのは注ぐ力の宿っている方の手。それは右手なのか、それとも左手なのか。うぐっ。右手か。俺が選んだのは右手。ブラッドメトリーの力が宿った手だ。俺は人形を右手で握りしめると、ブラッドメトリーの時と同じように意識を右手へと集中する。おい角谷、そんなに遊び足りないならこいつと仲良くやっとけ。人形が鏡の中へと吸い込まれた。右のお手手は血で汚いもん。汚れたお手手じゃ NG できないよ。ファー各夜俺の肩をつかみ鏡の中へと引きずり込んだ。実に私らしい左でした。ギリギリ来れたけどめちゃくちゃクライマックスですな。もう一番最後でしょうね、ラストバトル。ぎっしぎっしこれがのぶしチャンネルなんだよな。左手ブラッドメトリーの力が宿る手は逆の手だ。俺は弥勒の言葉を思い出す。私の両手にはそれぞれ特別な力があった。注ぐ力とそれとは別の力だ。俺の力が血筋で代々受け継がれてきたものなら、弥勒もブラッドメトリーのような力を持っていたのだろう。それが弥勒の言う別の力、つまり右手の力だとしたら、注ぐ力はその逆、左手に宿っている。俺は人形を左手で握りしめると、ブラッドメトリーの時と同じように意識を左手へと集中する。おい、かくや、そんなに遊び足りないなら、こいつと仲良くやっとけ。2回目。人形が鏡の中へと吸い込まれた。だめ成仏せよ。角屋の姿は鏡の中へと消えた。終わったの？多分な。角屋ちゃんはあいつの世界、鏡の中へ帰ったさ。しばらくはおとなしく人形遊びをしてるだろうよ。俺が行ったのは本来の名越の儀だ。弥勒が非常手段として行った少女人形を使った儀式とは異なる。きっと大丈夫なはずだ。お母さん、よくなるのかな。ああ、きっとよくなる。天の目だったな。角屋遊びに巻き込まれて死んだ者は戻ってこない。だったらせめて生きてる人間くらい救われてもいいだろう。遊びの幕引きカン。8月31日火曜日。あ、飛んだね。あ、一番最初懐かしい。よし、次行くぞ。次。先輩、もう勘弁してくださいよ。今日くらい別にいいだろうが。やっとデスマも終わったんだからさ。しばらく家に帰ってないんでしょ。きっと奥さん心配してますよね。あいつにそんな余裕はねえって。今頃ガキの宿題の手伝いで大わらわだ。宿題を溜め込んでやがったんだと。はあ、なるほど。夏休みも今日で終わりですからね。いつかのようにくだらない会話をしてるサラリーマンのそばを通り過ぎた。記憶力あるな君。暑苦しい夜は家でクーラーにへばりつくより外を歩く方が性に合っている。だから特に当てもなく夜の吉祥寺をぶらぶらと歩いていた。こうやって無駄な時間を過ごしていると日常へ戻ってきた感じがする。角屋を封印してから1週間以上が経った。あの日以来、俺の前から非日常的な現象は姿を消した。角屋の気配も感じていなければ、呪いのささやき声も聞こえてこない。それに俺の周りの人間もかつての日常を取り戻しつつあった。夏美さんは角屋を封印した後、すぐに意識を取り戻した。大事を取って23日休んでいたが、今はもう店に出ている。ホラー小説の方も再び書き始めたらしい。念のため弥勒とおふくろの関係を聞いてみたが、夏美さんは何も知らなかった。おふくろは俺の父親の正体について誰にも言わなかったようだ。もちろん弥勒本人にも。おふくろは弥勒との関係が深まった後、弥勒一族の闇に気づいたのかもしれない。その闇に俺を巻き込まないよう、弥勒と俺の関係を隠したのだろうか。亜美も以前のように元気を取り戻し、母親の手伝いをしている。夏美さんが忙しい時は相変わらず俺が預かることもある。天の目も無事に意識を取り戻した。この間、葉月と一緒に見舞いへ行ったら、もう心霊絡みは勘弁だと言っていた。ちなみに預かっていた拳銃は天の目が退院した後にちゃんと返した。伏線回収。バンのおっさんは早速新しい事件を追いかけているらしい。次のターゲットはマッハ姫とかいう猛スピードで走行する怪異の都市伝説だそうだ。そいつを追跡するため、俺のバイクにタンデムさせろと言ってきたが、どうしたものかと考え中だ。DLC フラグ立ったな。ロゼはマジシャンとしての仕事のために近々海外へ行くそうだ。某国の王様がロゼの大ファンで、大金を積んで彼女を呼び寄せたらしい。大江は今回の件で怪奇事件に興味を持ったらしい。怪奇事件担当の部署の立ち上げのために上層部に掛け合ってるらしいが、なかなか理解されず苦労しているらしい。そして葉月は、もうすぐ約束の時間だな。あいつは今夜うちへ来ることになっている。亜美の欲しがってた数量限定のライブグッズを手に入れたそうだ。それは亜美に手渡すためにまた脱走すると意気込んでいる。そろそろ行くか。亜美を迎えに行かないといけない。黒うさぎで夏美さんから亜美を預かると、いつもの道を通って自宅へ帰った。そして一息ついてると、やがて葉月がやってきた。おはようございます。亜美ちゃん、元気してる？夏バテしてない？夏風邪とか大丈夫？うん、私は大丈夫。カオルちゃんの方はどう？いっぱいテレビ出てて忙しいよね。最近サボってた分頑張ってるよ。あ、そうそう、これ亜美ちゃんにあげる。葉月が亜美に渡したのは桃色で丸っこい幽霊のぬいぐるみだ。あ、これももちゃんのライブ会場限定販売のレアなももっちだよ。前に欲しいって言ってたでしょ。事務所の倉庫を探してもらったらいくつか残ってたんだ。可愛がってあげて。うわあ、嬉しい。ありがとう、カオルちゃん。亜美が生き生きと笑っている。こんな風に屈託なく笑う姿を見るのは久しぶりのような気がする。あ、しまった。あ、どうした？のくんの分ももらってくればよかったと思って。のくんも欲しいよね、ももっち。はい。うんうん、そりゃ欲しいよね。一家に一つももっちがあれば商売繁盛、家内安全、無病息災間違いなしだもの。でもよかった、亜美ちゃん元気そうで。それにしても亜美ちゃんに化けてたなんてとんでもないやつだね、角屋って。それには同感だ。俺もすっかり騙された。けど奴はもう現れないはずだ。聞いた話だとそこの浴室の鏡に封印したんだっけ。鏡置きっぱなしでいいの？神社に預かってもらった方がよくない？一応夏美さんにそっちの手配は頼んでる。それまでは俺が見張ってるけどな。野くんが監視してるなら安心だね。ではちょっと拝見。葉月が鏡覗き込んだらめっちゃ目の前で歯ぎしりしてそう。角屋あばずれがっつって。ここから角屋が出てきたのか。葉月はじっと鏡を見つめている。おい、どうした？この鏡欲しいなと思っちゃった。ほんのちょっとだけ。さすがにそれはやばいだろ。だよね。その後は網にせがまれて3人でトランプをすることになった。ババ抜き、七並べ、神経衰弱。定番の遊びは一通りやったが、その結果は葉月の圧勝だった。本人曰く守護霊のご加護のおかげらしい。うわぁえみいな。いつの間にか夜は更けていた。部屋の隅では雨が寝息を立てている。きっと喋り疲れたのだろう。腕には葉月にもらったぬいぐるみを抱きしめている。よほど気に入ったらしい。夏美さん、なかなか来ないね。小説の締め切りが近いらしい。雨の件でドタバタしてたから全然かけてないだろうしな。下手すりゃ徹夜かもしれない。あの人集中すると時間忘れるタイプだし。それはしばらくかかりそうだね。暇だしこっくりさんでもする？しねえよ。オカルトや心霊絡みはもうたくさんだ。胸焼けするくらい味わったし。というか葉月、お前あんな目にあったのにまだオカルトに凝ってるのか。うん、そりゃそうだよ。それが葉月薫と黒瀬桃の生きがいだもの。ほんと懲りないやつだな。懲りるどころかますます心霊やオカルトに興味が湧いたよ。なんせ怪異の実在を確認できたんだから。怪異がいるんだったらさ、ビッグフットや土の子だっているはずだよね。ああ、夢が広がるな。タフだなお前。もちろん私だって怖かったよ。何度も死にそうな目にあったし、まるちゃんの件もあったしさ。でもね、やっぱり好きなものは好き。怖いとか嫌だよりもっともっと強い気持ちなんだよね。正直言って理解できないが、その気持ちに助けられたのは事実だ。葉月がここまで付き合ってくれたのもその熱意があってこそだろう。ねえ聞いて。私ね、これからもずっといろんな謎を追いかけるつもりだよ。もちろん武士君と一緒にね。おいこら、俺もかよ。マジ？まさかもう追わないの？追うかも。もうやめた。まだ考え中。追うかもだよね。そうだよね。黒瀬桃の相棒はやっぱり武士君しかいないよ。なんせブラッドメトリーの使い手だし。そう言うと葉月は俺の目をまっすぐ見て満面の笑みを浮かべた。私たちの仲ってもしや前世の因縁かもね。これからも来る瀬桃ともどもお世話になるよ。よろしく。これがグッドエンドなのか。思ったよりもしょうシーンと同じ感じのスタッフロール。葉月薫、薫と夏美さんの声優さんと同じなんだ。伴直正とまるちゃん同じ。あ、アミとカクヤって一緒なんだ。バットとノーマルはシーンと同じで主人公も死ぬんでしょうな。そうでしょうな。でも全然喋んないからな、声優さん。だってこれ僕 99% 声優さん 1% ぐらいの比率でしょボイス量で言うとぜひ葉月と天の目で容赦死亡のエンディングを見てほしい。道は遠い。悲鳴とテンプレのセリフ、それぐらいしかないですもんね。ぐわー。制作著作株式会社ゴールドエクスペリエンスレクイエム。NG をクリアしました。ここまでのプレイをセーブしますか。それでは PS Vita 名越の儀の初見生放送実況プレイでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価、コメント等いただけるとありがたいです。それではお疲れ様でした。